どうも、大阪のセレクトショップロココの小谷です。前回の動画でミスターオダウンマウンテニア2024年モデルを紹介しましたが、今回はオーバーサイズモデルについてお話ししていきます。目次はこちら。動画の中でわからないこと、ご質問などがありましたらお気軽にコメントください。それでは行ってみましょう。ミスターオダウンマウンテニアオーバーサイズは前回紹介した通常版と同様に2024年モデルなので、両胸の内側にポケット、取り外し式キーチェーンが配備され、ダブルカフも肌当たりがいいフィット感の高い仕様になっています。そこまでは同じですが、実は一箇所だけ違う点があり、外側のポケットの下部分に腰ポケットがこのように追加されています。ミスターオダウンの外ポケットの位置はやや高めに設定されているので、この位置にポケットがあるのは手が入りやすくて嬉しいという人が結構多いかもしれませんね。では次に肝心の大きさです。通常モデルのサイズ表と合わせて見比べてみましょう。ロココで取り扱っているオーバーサイズモデルは MLO の3サイズです。ですので S サイズは抜きにして通常モデルと同じサイズ同士を見ていきます。パッと見るとそんなに変わっていないように見えますが、どうでしょうか。 O サイズは全体的に少し大きくなっている数字になっていますが、各サイズとも身幅が通常モデルより約4センチ大きくなっています。すっきりとした着丈のバランスを保ったままなので、通常モデルを気に入っている方にもおすすめかなと思います。では実際にそれぞれを試着して比べてみましょう。前回の動画でも試着しましたが、一応先に着てみます。やはりこのスマートなシルエットは最高ですね。では次にオーバーサイズを。袖を通した瞬間から着心地が全然違います。胸周りだけでなく袖周りも若干サイズアップしている印象を受けます。通常モデルの着心地が体にちょうどよくフィットする感覚だとしたら、オーバーサイズはダウンに体が包み込まれるような感覚です。ひょっとしたらスーツの上にダウンを着たいという方はオーバーサイズの方がおすすめかもしれません。試しにジャケットの上に着てみましょう。こんな感じです。明らかにワンサイズくらい大きくなったんじゃないかなと思いますが、こうして見てみるとサイズ表通り着丈や袖丈が通常モデルとほぼ同じ長さなため、リラックスしたシルエットながらタイトさが失われていません。通常モデルを着た後に試着するととても不思議な感じがしますね。そしてここにポケットがあるのはやっぱり嬉しいですね。現時点での通常モデルとの違いを説明してきましたが、まとめるとこんな感じです。ぜひ参考にしてみてください。試着するとオーバーサイズの方が好きかもしれないと思えてきました。これは本当に着比べしてみないとわからない感覚かもしれないので、もしこの動画が参考にならなければロココの着比べサービスを使ってみてください。それでは最後に身長体重別のスタッフに来てもらった映像をご覧いただきますので、気になるサイズのところは一時停止してチェックしてください。いかがだったでしょうか。2週にわたってミスターオダウンの紹介をしてきましたが、皆さんはどちらのモデルが好みだったでしょうか。冬本番にはまだ早いですが、売り切れになりやすい商品ですので悩まれている方は早めのご購入をお勧めします。この商品の詳細が気になる方はロココの商品ページリンクからご覧いただけます。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ってもらえましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。